上がる闘志を胸に恐れるな叩け悪魔を愛する者を守るためにためらいも涙も捨て命を帝国にあだなす地球の者どもよ、よく聞くがいい。これから24時間後に我が帝国最大最強の超兵器宇宙悪魔砲を地球に向けて発射する。宇宙悪魔砲だって？じゃあ地球は滅亡するのか？ゲッピーダブル X が悪いんだ。無駄な抵抗するから。ゲッピーダブル X を引き渡して地球を守るんだ。そうだ、ゲッピー反対、ゲッピー反対。地球を宇宙の木図にされたくなかったら地球人を降伏するがいい。恐ろしいことになったものだ。ねえパパ、地球にはまだゲッピーダブル X があるよね。ダブル X だったらあんな奴らには負けないよね。そうだな、ジローの言う通りだ。彼らならきっと宇宙悪魔法を止めてくれる。うん、じゃあ学校行ってくるね。宇宙悪魔帝国め、とうとう最後の手段に出てきよったか。博士、地球防衛隊が和平交渉のために一時的にゲッピーダブル X を預かりたいと言ってきています。バカめ、宇宙悪魔帝国に交渉の余地などあるものか。とっとと帰らせろ。研究所の正面にはダブル X の引き渡しを要求する市民が多数押しかけています。報道関係者もコメントを求めていますが。コメントは一つだけじゃ、バカか。は？バカかと言ってやり。博士！みんな聞いた通りじゃ。もはや一刻の猶予もならん。宇宙悪魔砲の発射を止められるのはゲッピーダブル X しかない。奴らの放送の時から月面で高エネルギー反応が検出された。多分宇宙悪魔砲は月にあるはずじゃ。ダブル X の航続距離なら月まで届くはずじゃ。了解、さっさと発進するぜ。ま、やってみましょう。へっへ、俺に任しとき。ですがエネルギーの大半を移動に費やしてしまいます。途中で動けなくなる可能性も。私が補給に行きます。ミオ、クイーンフェアリーなら
ダブル X が地球に帰還する分の予備エネルギーを運べます。お願いおじいちゃん。ダメよ、危険すぎるわ。行きなさい博士。ありがとうおじいちゃん。博士、これでいいんじゃよ。これで。頼むぞ、ゲッピーダブル X。 クレイシの子供たちよ。あ、ユウコ、お前、どうして。すまん、どうしても来たかったんだ。どうしてもって、お前どうしたんだ。誰か乗ってるのか。いや、独り言だ。もうすぐ戦闘中域に入るぜ。人らしくないね。シャキッとせいよ。すまん。お前には迷惑をかけてばかりだ。とりあえず後ろの予備シートに座っててくれ。あ、そうする。
ペッピーチーム名、やはり来たか。報告します。ゲッピー WX、 我が基地より 0.8 宇宙キロまで接近中です。奴らをこの基地には入れさせん。我が分身の発進準備を急げ。はてない
一人戦う。今までゲッピーダブル X を応援してくれたみんな、ありがとう。次週、宇宙悪魔帝国の最後、ゲッピーダブル X よ永遠に、で最終回だ。さようなら。そしてありがとう、ゲッピーダブル X。 ゲッピーダブル X は永久に不滅のマシンだぜ。